このようなやり方、殿下はお許しにならぬであろうが、やむを得まい。殿下を呪い、陛下のお命までも奪ったあの男だけは、決して許してはならぬ。軍へと潜り込み、老子に伝令を届けてはもらえぬか。まさかお主に頼むことになるとはな。だがもはや仲間もおらず、他に手立てがないのだ。これは匿名である。よいか、必ず伝えるのだ。出るらしいぜ、あれ。見たこともない怪物だっけ。兵士が足りないのはそいつにやられるからとか。確か名前は人間。よし、次クレマール族か。違う、見かけない種族だ。まさかエルダ族ってやつか。こりゃ珍しい。どけ、こっちが優先だ。こんなガキに貴重な魔導機の無駄だろ。たく忌々しい。俺ならもっと手柄を上げられる。こいつはもらうぜ。強いなら奪うのは当然か。なんだてめえ。戦う理由は誰にだってある。列に並べ。ちっ、うるせえクレマール族だ。自分が全部正しいと思い込んでやがる。力じゃ俺たちにかなわねえってのによ。種族は関係ない。これは教授の問題だ。謝れ、俺と、それから彼にも。おい、そこの新兵ども、死闘は禁止だ。ちっ、騒いで悪かったな。大丈夫か。すっごく怖かったな。無視しておけ。腰が引けてると余計に絡まれるぞ。じゃあな、怪しにするなよ。ったく、揉め事はごめんだぜ。ほら、魔導器だ、受け取れ。最近のものは初めからマグラの結晶もついてて、練習次第で誰でもそこそこに魔法が使える。ま、一日で使いこなせとは言われねえよ。新入りはまず命の心配してな。それとだ、こいつも渡しておく。これも貴重品だぞ。すっごい、これ地図よ。外は危険なのによく調べてある。確かに軍にしかない貴重品ね。聞け、新兵ども。今日から貴様らひよっ子どもを預かる兵士長のクリンゲルである。知っての通り、陛下が崩御され、多くの兵が国葬を警備する。だが貴様ら新兵風情には荷が重いというものだ。よって貴様らにはまず訓練を兼ねて北の国境近くの砦の警備に向かってもらう。あそこは歴戦の兵士も多い。可愛がってもらえ。よしよし、狙い通り。老子はその北部国境の砦に潜入中よ。今夜はせいぜい最後の安眠を味わっておけ。では解散。休んでなくていいの？大丈夫。今日は君と話しておきたいと思ってね。僕の夢はいつか王国がこの本に描かれた国みたいになることだ。理想世界を描いた小説だったね。うん。どの種族が偉いとか汚れているとか、生まれて人生が全部決まってしまう、そんな世の中は終わりにしたい。
この里のエルダ族だってそうさ。君らは何もしてないし、僕をかくまってくれた。なのに火まで放たれて、もう誰もあんな目に遭ってほしくない。誰かが変えないと。大丈夫か？無理できる体じゃ。現実が残酷なのは分かってる。でも最後まで諦めたくないんだ。僕は王子、王様になる者は英雄でなきゃいけない。英雄？辛い時こそ先頭に立って困難を打ち倒す人のことさ。父上から教わったんだ。この国にはかつてそんな英雄がたくさんいたって。だから諦めない。どんな生まれの人でも自分の未来は信じていられる。そんな理想の国をね。笑われるかもしれないけど、きっとできるさ。いつもそうだった。苦しい時に君がいたから、どんなことも乗り越えられた。うん、叶えよう。君ならなれるよ、英雄に。僕だって諦めないよ、どんなことがあっても。新兵を乗せた馬車は目的地へとたどり着く。北部国境の砦、併合戦争の時代、隣国との国境の山あいに建てられた砦である。だが近年、怪物の増加によって王都の守りの重要度は増しており、送り込まれる兵士の数は再び増えつつある。新米の兵士たちは砦へと続く急勾配の坂の手前で馬車から降ろされることになる。おい、そこの若造、戦場で隙を見せるな。国境は平地でも揉め事が起こる常在戦場だ。整数字は伸ばせ。幾多の視線をくぐったこのクリンゲル様が兵の心構えを解いてやる。あれはそう、偵察任務の時だった。付き合いきれん。それよりお前が読んでた本だが、どんなとこが面白いんだ？その世界では種族が一つだけなんだ。種族による差別がないってわけか。この現実じゃ考えられないな。要は理想郷を書いてるわけか。本はそれなりに読んできたが、そんなのは初めて見るな。死んだ国王もあれで即位したての頃は融和を掲げる理想論者だったらしいぞ。だが途中で投げ出して不可能だと証明しただけに終わった。どうだい、あの凡人王には荷が重すぎたんだ。貴様、
新兵の分際で陛下の悪口か。聞き流せねえな。士気が下がる。ちっ、めんどくさい。言いたいことがあんならはっきり言えよ。ああ、受けて立ってもいいけど。正面切って俺たちに喧嘩売るとはな。劣等士のくせに度胸のあるガキだ。まあいい、今回はそいつに免じて許してやるが、あんま調子乗んなよ。文句つけたがりのクレマールさんよ。やれやれ、確かに個人を悪く言った俺も良くない。思ったことがすぐ口に出るたちでな。だがお前とは馬が合いそうだ。まだ名乗ってなかったな。俺はストロールだ。アリア伯レオン・ストロール。お前の名は？という名だ。うん、いい響きだ。嫌いじゃない。身分の違いは忘れていい。新兵同士気兼ねなく行こう。という話があったわけだ。よし、では貴様らひよっこどもには。誰か。俺は兵士か。おい、大丈夫か。何があった。気をつけて。あれは普通じゃな。砦の兵士だ。まさか陛下なき今を狙って隣国が反乱を。とにかく全員急ぎ砦に向かえ。私はここで救護活動を続ける。待て、状況もわからないのにか。せめて隊を分けるか、応援を。教官命令である。逆らうのか。反逆罪に問われたいか。臆するな。貴様らも栄光ある王国軍兵士だ。手柄を立てろ。褒美は約束してやる。もうやるしかねえ。稼ぎたくて兵士になったんだ。これで一気に金持ちだ。よし、行くぞ。くそ、無視もできないか。仕方ない、行くぞ。嫌な予感がする。なんていうか、匂いがするの。どんどん強くなってる。おい、どうかしたのか。お前、それまさか妖精か。捕まえたのか。さっきそこで捕まえた。捕まってないし、虫みたいに言わないでくれる。それにガリカって立派な名前があるんですけど。連れなのか。つまりずっと隠れていたわけか。無駄に騒がれたくなかっただけよ。それより嫌な気配がする。下手に進まない方が。ああ、無能な上官に付き合って無駄死にする気はない。先に行った連中を追わず離れてついていこう。お前、魔導器はちゃんと使えるんだろうな。さあどうだろう、使ったことないだろうし。平民だもの、珍しくないでしょ。わかった、とにかく安心しろ。死なせやしない。付き合うぜ。参ったわね。あんたは戦わないで済む予定だったのに。慎重に進んでいきましょう。砦にいる同士の方も無事だといいけど。そうか。
け。出やがった。こいつが人間か。ボクするな。追撃追撃。生き残りを助けに行くぞ。くそ、急ぐぞ。頼んだぜ。セット完了だ。敵が倒れた。先制攻撃。先制必殺。ちょっと待て。お前。なるほどな。なんだ。今のって。急ぐぞ。急ぎましょう。食い止めるぞ。人間、こいつが、こいつらが。とにかくやるしかないよ。行くぞ。炎よ。化け物が、やってやるさ。炎の力だ。なにこれ、攻撃が全然効いてない。あっけなく死んでたまるか。燃え尽きろ。俺が奴を引きつける。お前ら逃げろ。でも…いいか、俺は貴族だ。貴族が民より後に死ぬのは恥なんだよ。じゃあな、ちゃんと生き残れよ。うわあ、すまない。嘘でしょ。返事してってば。大丈夫か。早く逃げ。
汝定めを課せられしこの憂いを抱える旅人よ。あなたはやがて王となる定めの子。今は分からず、いずれ全てが回り出す。道は二つに一つ。その試練へと赴くか、ここで倒れ伏すか、さあ選ぶのです。選ぶ。いいでしょう。恐れと向き合う魂には英雄が目覚める。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと、己の心にと。心より譲るものけれど、願いは恐れや不安の裏返し。古来よりその試練に立ち向かった者だけが願いを叶え、美徳の道を示すもの、英雄として語られてきました。あなたに目覚めたのはそんな英雄の精神。すべての人に眠る未知への不安を探求心へと変える力。世界を変えたいなら、その力を手に旅に出るのです。己の使命を探し出す旅に。何今の声。っていうかあんたもさっきの力、あれ何？
いきなり心臓が金属みたいに変わったと思ったら姿まで。見て、ストロールって人まだ生きてる。驚いたな。誰か生き残ったのか。その声、もしかしてクライアス。よかった、生きてた。お前、ガリカか。ほら、彼が例の同志よ。伝令を届ける相手。手広くやられてるな。肩を貸してくれ。一緒に運んでやろう。血の匂いで獣が寄ってくる。急いでここを離れるぞ。